同じくメタデータ、普及タスクフォースから九州大学の林豊さんにお願いいたします。あ、九州大学附属図書館の林と申します。私からは、メタデータスキーマの改定の背景ということで、なぜ新しいスキーマが必要なのかというお話を簡単に10分ぐらいでさせていただきたいと思います。この後メタデータに関するプレゼンが2つ続きます。でそちら側の本体ですので、私の話は前座としてふわっと聞いてください。で高橋さんからもお話がありましたが、現在リポジトリではジュニー2というメタデータスキーマを使っています。これができたのが2005年ぐらいで、今から12年前ですね。で今回2017年ということで JP コアスキーマという新しいスキーマを発表して、今案を募って、最終的なリリースの準備をしているところです。で12年も経ったので、まあ古くなったし改定してもいいかなというふうに皆さん思ってもらえればそれでも OK ですし、あるいは昨年の10月ですね、このようなドキュメントを出しました。ジュニー2改定の基本方針ということで、なぜ改定しなくちゃいけないのかというのを、まあ、抽象的な文章でつらつらと書いたものですけれども、これを見て、うん、そうだねと思ってもらえる人だったらそれでも OK です。ただまあ大多数の人は、まあ、なんで改定しなくちゃいけないのかというふうに疑問に思ってたり、あるいは反発を持ってたりするかと思います。でその状態はあまりよろしくないと思っていまして、というのも目録もそうなんですけども、メタデータの入力に関しては重要なのはビジョンを持つことだと思ってます。その入力したデータがどう使われるのか、どう活用されるのかっていうイメージを一人の入力者が持って、で、クオリティの高いメタデータを作っていただくことが重要だと思ってますので、その状態はまずいと思ってまして、少しだけ皆さんにイメージを持ってもらえるようなプレゼンをしたいと思います。で改定の目的なんですけども、ごく私的に私の言葉でちょっと書いたのがこの2つで、ごく私的なものなんですけども、皆さんから特に反論はなかったので、チームのメンバーも大体同じようなことを思っていると思うんですけども、一つは日本初のコンテンツ、学術コンテンツですね、リポジトリのコンテンツで世界で使われるような学術サービスに貢献したいというのが一つ目としてあります。で二つ目はより正確にですね、厳密にコンテンツを管理して、でできればそれを楽にやりたいという二つがあります。でこの2つはもちろん独立ではないんですけども、この2つを目的とするために今のジュニー2で何が足りないかというと、この3つかなというふうにまとめられます。1つが、まあ、要素が足りないっていう話で、2つ目がちょっと記述が曖昧というか、ちゃんと書けないところがあって厳密さが足りないっていう話で、3つ目がスムーズな国際流通ということで、あんまりこう日本発のコンテンツが国際的に流通スムーズにですねしてないんじゃないかっていう3つの弱点があります。でそれに対して、今回 JP コアスキーマの改定でどういったことを行ったかっていうと、下に書きました。で足りない要素っていうことで、例えば研究データ関係ですね、皆さんもう耳にダンボで聞いていると思いますけども、要素を足したりとか、あとは女性情報っていうことで、その研究がどこからお金をもらったのか、科研費とかJST とかですねっていう情報を足したりとか、あとはちょっとだけですけども APC 関連の情報要素を足したりもしています。で真ん中のある厳密な記述っていうところでは、要素の構造化ですね、例えば著者の情報が漢字表記と読み表記と、あとは著者の ID とか所属とか、そういったものがバラバラになっているのをまとめて構造化するっていうことをしたりとか、あとは私がこのメタデータタスクフォースに関わっている一番大きな理由なんですけども、この OA の状態ですね。ジュニー2ではテキストバージョンっていう要素があるのをご存知の方もいらっしゃると思いますけども、そこではこの OA の状態というのがすごく曖昧に記述されているので、そこをしっかりしたいとか、いろんなことを考えて、JP コアスキーマを、改定して考えています。で一番右のスムーズな国際流通ということなんですけれども、ここで、私たちのチームが何をしたかというと、世界でどういったスキーマが使われていて、で、まあ、どうやって習っていったらいいか、あるいはそこで日本の事情をうまく反映させていったりとか、そういうことをしてたんですけれども、特に、注目したのがこういったメタデータスキーマとか、あとは動きですね。上から読み上げますと、オープンエア、データサイト、リオックス、ユーロクリス、シェア、コアといった団体とかメタデータスキーマがあります。で、この中でも我々が一番重視したのが一番目あるオープンエアですね。ヨーロッパにはホライゾン2020という研究助成のプログラムがあります。日本で言えば科研みたいなもんなんですけども、そこでお金をもらった研究成果っていうのは基本的に全部 OA しなくちゃいけないっていうふうに決まっていまして、その状況をちゃんと管理するために作ったシステムがこのオープンエアというものです。でそこに今実際ホライゾン2020とは直接関係はないんですけども、日本の JIL のデータを渡しています。
ただこれもちょっと不完全な形で渡してますので、今後 JP コアスキーマに対応することによってもっと精緻な形で渡すことができます。ただこのサービスはあまり研究者に直接使われるものではなくて、少しご紹介したいのがこのアンペイウォールという最近出たサービスです。これはインパクトストーリーというちょっとした団体が作っているものなんですけども、 Firefox とか Chrome とか Web のブラウザーですねの拡張機能としてインストールするものになります。でこれ何かっていうと、インストールして例えば電子ジャーナルの論文とかを見ると、右側の方にボタンが出て、この論文のオープンアクセスバージョンにこうリンクがされるんですね。でオープンアクセスバージョンがあるかどうかっていうのも分かるっていうのがこのアンペイウォールというサービスです。ですごい無料で使えて、研究者が直接使うツールとして可能性の高いものだと思っています。でこれどういう仕組みになっているかというと、裏ではこんな風になっています。直接裏には OADOI っていうなんか API みたいなサービスがあって、そいつがいろんなサービスから DOAJ とか Google スカラーとかデータを集めて、このサービスアンペイウォールを実現しています。でリポジトリとどこが関わるかというと、右下にベースっていうデータベースがあるんですけども、これはドイツのビーレフェルド大学というところで開発されているオープンアクセスリポジトリを大量に集めたようなデータベースなんですけども、そこにリポジトリのデータを集めることで OADOI を通じてアンペイウォールにこう寄与できる、貢献できるっていう可能性があります。これが日本のリポジトリがこう世界で使われるサービスに貢献できる可能性の一つですね。でここで重要なのがメタデータ、特にその厳密に管理されたメタデータになります。このサービスで重要なのは DOI なんですね。この出版社版の電子ジャーナルの DOI と結びつけられたリポジトリのコンテンツがあって、でそれが本当に OA になっているかどうかっていう、この2つ DOI と OA の状態っていうのをしっかり管理することによってこのサービスが実現している。でそこでちょっと12通では足りないんですね。 JP コアスキーマのようなしっかりしたスキーマに移行することによって、こういったサービスに寄与できるというのが私の主張したかったことになります。私からは以上です。